皆さんこんにちは、奈良岡ニコです。今回は最近の購入品を紹介したいと思います。100円均一ダイソーで買ってきました。こちら可愛い雑貨です。100円均一にこんな可愛いのあるんだっていうことでね、びっくりしちゃったんですけど、私ねいつも行くダイソー、お家にね一番近いダイソーがあるんですけど、もういつもの見慣れたダイソーかと思いきや、お店入るなりすぐのところになんかねこういう可愛い雑貨がもうもりもり、ほんとねもりもりいっぱい、一コーナーなんか可愛い雑貨だらけなコーナーがあって、何ここと思ってそこにちょっとね長居しちゃいました。いろいろ悩んじゃって、悩みに悩んだ挙句とりあえずこの2個買った感じです。まずこちら、かなりねこんな感じでシンプルなクリアのポーチだね、うん、これちゃんと透けて中身がね何だかもわかるんで、私今度ねちょっと旅行に行く予定があるので、なんかシャンプーとかね入れられるものを探してたので、これはいいなと思いました。あとなんだろう、夏とか水着とかを入れるのにもいいかななんて思いました。なんかサイズ感もねちょうどいいし、まあもちろん水に濡れても大丈夫な素材だから。でこのシンプルなデザイン、100円とは思えない。次こちら、これ超可愛くないですか。これパンのモチーフ、これだけね目玉焼きだけど、パンのモチーフの付箋です。付箋なんてねこうやってピロって取ってさ、ピョンってこうつけられるわけですよ。こんな可愛い付箋100均にあるの。付箋なんてさ、ほんとわけわかんない、あの蛍光緑と蛍光ピンクのさ、なんかチャッチーさ、よくあるやつしかないと思ってたらこんな可愛いね、なんかいつものさ付箋と全然違いますよね。これだったらほんとお手紙代わりとか、あとなんならこう友チョコとかさ、もうあげるじゃないですか、バレンタインだからもうすぐね。でその時にこうなんか友達に一言メッセージ添えてペタッて貼るだけでも可愛い。これもねなんかラッピングの一つになりえそうなくらい可愛いです。とまあね、私はこの2個を買ったんですけど、もうね他のも全部超可愛かったです。私このタイプの、こっちのタイプのね、ポーチにしたんですけど、ちょっとマチがあるタイプの大きめなポーチもあったりとか、あとノートの種類がすごい豊富で、なんかねカラーバリエーションからデザインの豊富さから、もう形もねなんかいろんなタイプがあって、かなりいろんな商品がありました。でこちらがですね、なんでこんなに可愛いんだろうと思って調べたら、フリューっていうプリクラのメーカーがあるんですけど、そことダイソーのコラボの商品みたいです。で発売されたのが先月1月の16日から発売されたばっかりなので、まだね多分どこのダイソーにもこの商品の在庫たくさんあると思うんですけど、もうね本当に全部可愛いから、多分ねすぐ売り切れとかになっちゃうんじゃないかなって思います。よかったらチェックしに行ってみてください。たかがダイソーされどダイソーです。ということで最後まで見てくださってありがとうございます。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで奈良岡ニコでした。バイバイ。